全く違うけど。それ昼間じゃない、夜出てないから分かんない、外日が出てるうちしか出てない。色変わってないですね。色落ちかなと。でも色落ちもいい感じ。ちょっと明るくなって。秋っぽい髪色が茶色みたいな感私の草は男性になったら不要を感じる。でもレッスン着はね結構反省なことで、これレッスン着着てるよ、編集しようと思って。レッスンの時ってさ、冬でもだけどさ、運動したら普通に暑いじゃん、踊ったら。だから運転着る時もあるけど、でもスウェットとかレッスンであんま着ない。冬でも冷房？レッスン場？冬でもかかってるんじゃない？冷房効いてるんじゃない？なんか一日中レッスン長い時とか。踊ってたら普通に暑いからね。に汗が落ちそう。そこまで汗かかないけど。そこまでレッスンで熱くない。そこまでじゃないけど。コンサート終わったらのんびりペ。確かにコンサート終わったらそうだね。で最近やってないんだよね、全く。パソコンつけてすらない。つけてすらなくて全然やってないや。する時間もなくて、今シーズンもあんまやるつもりないね。時間がないから、いつまでかも分かってない。いつまで？もうちょっとで終わるのかな。初めて人踊ってる曲だしね。エニマのさ、あのゾンビのやつの期間行ったことなくて、ハロウィンの期間行ってみたいんだけど行ったことないんだよね。いつ鬼ごっこする？鬼ごっこ？
何の話？何の話？クッキーブルス潰したのにそうしないじゃん。そう、今コサト期間だからね、レッスンいっぱいあるから、コサトのリハ期間だからまあできないんだよね。もう近いし、今週末だよコンサート。いや無理でしょ、それ時間ないから。無理ですね。1ヶ月ぐらいやってないかな。もう毎日レッスンとかだったから、それ時間なくってやってない。今週末って早いね。金曜が1日目だもんね。だからもうすぐだよ、あとちょっとで始まっちゃう。あ、そう、フルの配信もあるんで、ぜひ来れない方は見てください。来週は対面、あ、握手会ね。まだ買ってないや、あのなんかハロウィンの何着よう。そろそろ買わないといけないんだけど今週買おう、今週中に何着ようかな。まだ決めてすらない、でも見てすらない、何着るか何買うか。買わなきゃ。コンサート終わってからでも間に合うっちゃ間に合うかも。間に合うけど多分普通に寝て買うつもりだから、一応ね早めに頼んどこう。何するかまだ決めてないけど、サンタさんがいい。サンタさん季節おかしいでしょ、早いって。12月多分やるから、サンタってか、そのクリスマスの毎年ね、そう衣装があるから、なかったら自分が持ってらなきゃ。けど12月の12月のクリスマス近い方ってどっちだっけ、握手会だっけ。あ、そう、ドボンの音が鳴らしたさっきやってたから。ちょっと待って、お話し会か。23、24、私も衣装があればそれ着て、なければ自分のやつ着る。コスプレ持ってるの？あるっちゃあるけど、去年着たやつが。でも違うの着たいから新しいの買います。でも何するか決めてないから、ちょっと今週中に買う決めて。のコスプレは多分しないね。絶対高いでしょ、あんなの。めっちゃ多いだろうし。
多分やらないです。何の手袋、あ、握手会、握手会なんか手袋ある、何の手袋なんか、まあ、あの用意してくださってる手袋、 CD のさ、あの発売の記念のループ握手会みたいな感じかな、わかんないけど。カチューシャとかさ、何がカチューシャ、自転車持ってるけど普段あんまつけない。持ってるな、持ってるけど。握手会の手袋で白くみたいな、あ、どうぞ。前回のさ、グループ握手会 CD の発売記念のやつと一緒だったらそんな感じかもだけど、わかんない、一緒か、多分一緒だと思うけど、ちょっとわかんないな。ハロウィンでカチューシャ、ハロウィンでカチューシャは どんなのを着るかによるね。どういうの着るかに、まだ決めてないから着るやつ。どんなの着るかによります。まだわからない。まだ選んですらないから。ディズニー行く、再来週ディ、再来週握手会なんだな。ディズニーずっと行ってないや。最後行ったの去年、去年かな、去年きなこと行った、11月くらいに。そこら行ってない。ちょっと寒くなってきたからさ、最近そろそろ行きたいけど。ディズニー夏は絶対に行きたくないから、暑いの無理。そろそろ行きたいな。12月イベント、ディズニー、去年どんなんだったかな、なんか行った時覚えてないな。確かにハロウィンも終わってる時期か、もう覚えてない。ディズニーね、いつも冬しか行かないのよ、寒くなってからしか。夏は絶対に行かない。年越しディズニーはめちゃめちゃ寒い。弱そう、ディズニーって。 C とかだったら特に、 C さ、海近いからさ、海じゃん。だから C の方が寒い。ランドも寒いけど、冬はパレードね、全然ちゃんと見たことない。パレードがあってる間にあのアトラクション乗る派。暑さ警戒しすぎ、いや普通にね、あのもうなんていうの、夏にあんま外出かけたくないから。だからもう、 そう遊園地とかテーマパークなんてなおさら行きたくないやつ。そもそもあんま出かけたくないやつ。だって
遊園地とかさ、テーマパーク行ったら一日中外にいるってことじゃん。ほぼ無理だな。だから、本当は絶対行かない。待ち時間外、ディズニーはあんまないけど全部外みたいな、途中中に入るのが多いけど、ユニバとかさ、なんかずっと待ってる間外みたいな多くない？ユニバはね、冬も行ったことあるけど夏に2回ぐらい行ってめっちゃ暑かったんだよね。若いのに関係ないよ、暑いのは苦手だよ。関係ないよ、無理無理。暑いのは苦手です。夏に汗たくさん流したくないです。わかるわかる。外出てるだけで汗かくから、それも嫌なんだよな。暑いの苦手。できることなら、こう日が出てる間はもう外出たくないけど、無理じゃん。だから仕方ないけど、だからね、遊園地とかずっと行かないですね、夏は無理だから。運動しない、うん、あんまなんかずっと外出てる、なんていう、外で運動あんましない。走ったりとかもしないし。暑い方はだってさ、寒かったらまだ着込めばいいじゃん、対策ができるじゃん。寒いのはまだいっぱい着るとか、カイロ持つとかさ、できるじゃん。夏はさ、限度があるじゃん、こう薄着するのも。だから夏のが苦手。私はプール行けた、プール行ってないです。行ってない、行く予定もなかったけど、別に行ってない。夏は苦手、一番苦手、四季の中で。今は秋だけど、でもなんかさ、昨日めっちゃ寒かったけど、今日は全然半袖で過ごせるぐらいの気温で、もうなんか差がすごい。昨日雨降ってたのもあるけど、めっちゃ寒かったけど、今日は全然寒暖差すごいね、昨日今日も。昨日寒すぎて暖房つけた。まあ確かに昨日結構寒かったよね。なんか最近ずっと寝るときさ、こう薄い布団じゃないの、なんていうの、ブランケット、なんか薄いのをこうかけて寝てたんだけど、寒かったから毛布かけてね、さっき。寒がりな、いや昨日は寒くなかった、さすがに。
昨日だって最高気温めっちゃ低かったよ。うん、昨日めっちゃ寒かった。昨日はね、今日は全然だけど、昨日は寒いでしょ。暖房つけてないけど毛布出してきたよ。1月まではコート着ない派？私コート去年いつ着たかな、覚えてないな覚えてない。半袖、今日半袖でも全然いけるぐらいの気温じゃなかった。今は分かんないけど、昼間外出た時全然あったかかった。部屋がね、なんかあったかいんだよな、なんかなんでかわかんないけど、暖かいから何もつけなくても。25度ある今。この時計についてる温度計が合ってるかわかんないけど、25度って書いてある。暖かいんだよ普通に。暖房いらないね。昨日もつけてない。それは PC の、いや PC つけてないよ最近。全くつけてない。1ヶ月ぐらいつけてないパソコン。今日も部屋とは、家でね靴下履きたくないんだよね私。帰ってきたらすぐ脱ぐ靴下、履きたくない室内で。あんまり部屋で、いや他のなんか自分の家じゃなくってさ、あの他のなんていうの、誰かの人の家とかそういうところではすぐ脱がないけど自分の、家限定ね。いやもう靴下履いていたくないからすぐ脱ぐ人の家は違うけど、人の家あったらやばいけど。スリッパも履かない。え、ほんと裸足。何にも。何も履かない。冬は寒すぎて履くことあるけど、スリッパもう寒すぎて廊下歩けないみたいな廊下冷たすぎて歩けないってなっちゃうからそう、なんかもこもこのスリッパ履いてる。冬フローリングめっちゃ冷たくない？歩けないんだけど。床暖房ないよ。冷たすぎて歩けないから冬はスリッパを出してきて、もこもこのやつ。寝るときも靴下を履いたりするけど、でも履かない方が本当は好きだけど、寝るときでも寒すぎるときは履く、もこもこのやつ。私冷え性じゃないね別に。多分違う。
冬のフローリングは寒すぎて冷たすぎて裸足じゃ歩けないから、スリッパ。床暖房ないから、キルモフを買うか毎年悩むけどまだとどまってる。キルモフはね持ってる、あれめっちゃいいよキルモフ暖かい。有名なところのやつじゃないけど、キルモフ安いやつ買った。なんかこうなんていうの、ハウルの買いたいなと思って部屋で買いに行ったらなんかあったから、それ買った。暖かいね。でもキルモフって言ってもな、見た目全然なんていう、部屋で着るようなカーディガンみたいな感じみたいな感じ、見た目モコモコのちょっとモコモコしてるカーディガンみたいな感じ。外出ても着れる。ほんのちょっと行くぐらいのレカーだけど、普通に外出するときは着れない普通に外出は無理だけど、ほんとなんか部屋着感すごいから、ちょっとコンビニ行く、近くのコンビニ行くぐらいとかだったら着ていけるかな夜に近くのコンビニ行くぐらいだったらいいかな。シャツは昨日と同じ。昨日はパーカー着てたね、ピンクの。違いますね、全然。うん、昨日は暖かいよ。ウィスポ知ってるよ。ウィスポ VTuber の事務所っていうのか、知ってますよ。かけるもんは持っとるみんな持ってるみんな持ってるよ。T シャツは2日着たら洗う。2日、1日着たら洗う。え、うん、なんか一瞬着ただけとかだったりもあるけど一瞬ほんのちょっと着ただけとかだったり、普通に洗う毎日。クーの T シャツは何着かあるね。洗ったことはないけど、間違った混ざった、数えたことはないけど、1個上のコメント読んじゃった。あら洗ったことって言ってる、違う、数えたことはないけどそう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 、コメント見ながらね喋ってると混ざるんだよ時々
数えたことがない洗ってるよ T シャツ1回で コメント見ながらさ喋ってたら混ざる。一応混ぜちゃいけない単語混ざっちゃった。笑ってるよ。ねえ、私たまにね配信でコメント見ながら喋ってたらね混ざってる言葉が。見ながらさ喋ってたら終わるのよ。こう見てることと言ってることがさ違ったりすると終わるんだよ。脳トレみたいになってる。見てることは違う、全く別のことだけど喋ってるの喋ってるのと見てるのが全く別のこと。脳トレ。ご飯洗ってるよ笑ったんだって笑ってる、ちゃんと。笑ってなくても大丈夫、全然大丈夫じゃないでしょ全然大丈夫じゃないでしょ。そうやってる。あ、コンサートのみんなもらえるやつ。今何人だっけ、50何人いるよね。50何分の1確率でもあるのよ。ぜひ当ててくださいそう、60人近くいる。知らない気がする。確かにそのなんか数字確かにね、分母がでかい。じゃあ持ってうるうるしてる時がその際持ってる人に話しかけてもらえる。じゃあみんなその作戦で。じゃあみんなさ、いろんなサメマのうちを持ってうるうるしてる。みんなトレード待ち。当たるといいけど、みんなに。
最近は、あ、なんて言ったらいいんだこれは、なんて言う、だって書いた iPad 持ち歌ってる人や欲しい部分の名前書いてiPad 新しいね、そんな感じなんだ今って全然想像つかない。うん、あ、求む求むって言うのか。確かに最新そんな感じそら。アイファーと思って iPad 明日がわらわらみんなイメージそれゲームだねあの競技のやつだねよく見るけど、あの配信とかで、あの大会の配信とかしてたらね、ファンの方がこう iPad に映し出してるのが映ってたりするけど1ヶ月ぐらいやってないかな多分ずっとやってない。セガゲーム今昨日ちょっとだけやった。今日はやってない。いや、スイカゲームのがね、なんかあのなんていうの、エペより、あのなんていうの、こう一回一回のゲームの時間も少ないし、途中で止めれるのよスイカゲームって。エペは無理じゃん。あとパソコンをね起動させるのも時間がいるし、スイッチよりスイッチの方が楽なんだよね、途中で止めることができるから。だからセガゲームの、もうそんなやってないけど、セガゲームもほんのちょっとしかやってない。セコスコア2600何ぐらいだった、3000いってない。ここはね、もうずっとつけてない、する時間なくて、パソコンつけてゲームする時間なくて、ずっとやってないよ。スイカゲームホラー系、全くホラーじゃない、なんかね、なんて言ったらいいのかな、なんて言ったらいいのかな、あれはセガゲームはなんか同じフルーツを2個つなげて、次の大きい、もう1個次のフルーツにしていってみたいなのを繰り返すんだけど、で一番大きいスイカ
を2個作ってつなげたらいいのかな、そういうゲーム。パズルゲームなのか、あれはどういうゲームの種類なのかわかんない。私だけだとほら、ベボタえ、ほら、ほら、よさあったあった、これつけたハンドで上のライン越えてゲームオーバーになる時あるよえ、昨日なった昨日、なんか、なんかのフルーツが飛んで繋げたら飛んで、ゲームオーバーなった。まだ一回もスイカ作れてない。ほらかスイカ2個つなげたら消えてまたスイカ作れ、あ、そうなんだでもスイカ私1個も作れないんだけど、一回も作れたことない。メロン2個まで開けたんだけどな。スイッチライトの映像見せるのはショルーム的にそうね、スイッチの映像見せたらショルーム止まりますね、配信が音もダメだね、著作権に触れちゃうから止まる。そんなに厳しい、まあでもまあ仕方ないよねまあいろいろあるから別に仕方ない。逆に緩い方不安になるよもうない、桃あるよ、桃ある、梨の次かも。ですね、ペック最新したあのね、グループによってそのルールが違うからSTA のメンバーがやってても私はできないんだよね、ショルメじゃグループによってルールが違う。グループが違うからね、フルムじゃエペックスの一番無理ですね。リアルスイカゲームだったら何、リアルスイカゲームってどういうこと、リアルスイカどういうこと？あ、食べるってこと？どういうこと？あ、スイカ割り？スイカ割り？でもマジでスイカゲーム難しい、見た目はそんな難しくなさそうだけど、めっちゃ難しい、スイカ作るのが疲
作れないスイカ。スイカ最初からメロン4個落ちてきたら楽だ。もうそんなの最高じゃん。メロン4個落ちてきたらもうスイカ2個作れるからね。めっちゃ簡単じゃん。難しいんだよね、スイカゲーム。今年スイカ食べた。あ、私そんなスイカ好きじゃないから食べてないですね。スイカ。なんていう、自分から買うほどではないというか、嫌いとまではいかないけど、そこまでぐらい。買うほどじゃない、売っててもっていうぐらい。ペースそうなる。え、メロンが落ちてくるってこと？メロンが落ちてくることはないね。一番大きいので落ちてくるのが柿かな。うん、柿。リンゴ落ちてくることないから、メロン落ちてくることないです。ない。16個ぐらい連続落ちてくるのはあり得る。多分ないけど、多分ないけど、何かバグが起きればあるかもしれない。多分ないけど。いや、多分ないけど。なんかバグってるね、16個連続で落ちてきたら。多分ないか。ね、めっちゃ難しいのよ、正解。マスクメロンができる、出来上がるメロン。え、ちょっと種類はわかんない。マスクメロン、マスクメロンって普通のメロンと見た目違う？わかんない。わかんないよ。一緒じゃないの。ね、急に流行りだした、そういうこと。見た目の割にめっちゃ難しいんだよね。あんまり難しくなさそうな。オリアップも、オリアップもするつもりだけど、オリアップはね、あれ時間がないとクリアできないから。めっちゃ時間がある時じゃないとセーブができないから、のゲームだから、ちょっと今無理だね、する時間がないから。やったところでめっちゃ最初の方しかできないから、やっても意味ないからやらない。ゲームはね、まだできる。オリアップ、販売がなくなった。買ってたらできる。販売にスイカ仲間、スイカゲームしてる人いないんじゃない？え、いる？わかんない。スイッチ持ってるメンバー多いけど、スイカゲームやってる人は聞いたことないや。いるのかな。まあ、いても、あの、一緒にやるようなゲームじゃないからさ、あれ。あれだけど。エペみたいな、こう、なんか誰かとやるようなゲームじゃないから。
流行りにならんメンバー流行ってるの知ってるのかな、そもそも分かんない、分かんないや、そもそも知らない人が暴走スイカゲーム、バトスプレやったことはないね私、まあ、それがゲーム流行ってるけど、なんか配信ゲーム配信とか見てよく見てる人だったら知ってるかなぐらいじゃない、流行ってるのじゃなかったらあんま知らなさそうじゃない流行ってるか、そんな感じがする。なんかこうスイカゲームってさ、ダウンロード限定のやつじゃん、じゃなくてなんかちゃんとソフト、カセットソフトがあってって販売されてるやつだったら流行ってたらみんな知ってそうだけど、ああいうダウンロードだけのやつってさ、ゲーム配信とかよく見える人じゃないと流行ってるの知らなそう。スイカゲームの配信は見たことない、私は流行ってるのツイッターで知った、ツイッターで見た、配信は見たことない、最近で全く見てないのゲーム配信だから分かんないけど、すごいもう最高って、そう9999って昨日書いてあってびっくりしたもん、あの総合のスコアが見れるんだけど全体の、昨日出てた確か総合のスコアと今月の総合スコア点数が一緒だったから、多分昨日、昨日かな、わかんない、近いうちに、昨日じゃないかも、でも昨日見た、見たのが昨日、どうやったの9999ってどうやったら出るスコアなの、今日ね2人いた、2人目が出てきてた、ラーサない、わかんない、あるの知らないな、私の最高スコア2600ぐらいなのにどうやったら優先も行くわけ、課金、いや課金する要素ないはず、スイカゲーム課金のあるないはず、課金は多分ないと思うけど、スイカを作りたいスイカ作るようになりたい、今までメロンが最高だから、 あと3000点超えね、確かに2600超えれないんだよな、めっちゃ前に、あのそのスイカ、スイカじゃない、メロン2個作れた時が2600なのぐらいで、それが最高スコアで、だからそれ超えれない、それスイカゲーム初めて2日目とかのスコア、そっからねあんまやってないから、
昨日メロンまでは作れたんだけど、せっかく無理だった。昨日ちょっとやって、昨日はメロン1個が、あのメロン1個が昨日の最高。いや、勝手に生活作ってたけど、いやね、あれね、運ゲーだからね、むずいのよ。どのフルーツがどのタイミングで落ちてくるか、積み方もあるけど難しいんだよな。一回やってみてほしい簡単そうに見えるけど、もしで難しい、そういうかゲームやってみてスイカが作れないのよ、まずめっちゃ難しいよ。ベッド頭ですか、確かに確かにね、どこにフルーツ置くかね。難しいからな。メロンゲームに変えない、メロンゲームだったら私あれだな、メロンは作れるからそれから作れない。見た感じ運慶ではないと思う。一回やってみたらいいよやってみたらきっとわかるよ。マジで難しいからやってみたらいいどうもディジェネーションはむずいね、あれね。最高級なんだけどな、あと一回が。だと思ってるじゃん、生活できないで運ゲーでしょあんなの運ゲーでしょあれは欲しい時に欲しいものが来ない。あ、わかるよ、本当にそう中フルーツ来るからな、そういう時に限って。もう20分か、早いな。12時までやるね、配信。いつも通り15分にランキング。明日朝早いな、大丈夫、大丈夫。明日はちょっと早くにしようかな。これからきっと毎日朝早いから、コンサート終わるまで。プレゼンした時なんでもう一周しなかったのそれ言うそんなこと言われても自分でどうにかできるものじゃないからなそんなこと言われてもな
後、この後はちょっと練習をして寝ます。また練習する、練習する、練習して明日早くからもう寝る。もう武道館近いからね。今週末早いよあっという間だ。1ヶ月あっという間だね。だってさ、ちょっと前までさ武道館来月とかもうちょい先みたいな感じで話してたのにさ、今週末だよ。もうすぐだからね。ちょっと前までドラケの選手の話、あ、確かに確かに、え、そのドラケ6日だったよね、選手楽。え、10日経ったってこと？それから1週間半ぐらい経ったってこと？早っもうそんな経ったの？1週間以上過ぎたことが。自分もどこに備えて体調整えてる、まあ、大事だからね。当日とか前日にね体調崩して来れないとかなっちゃったらねあれ残念だから、確かに大事。握手会も武道館終わってその次の週だから、武道館が今週ってことは握手会来週なの？早い早い。昨日のさお話がですね、昨日まだ日曜だったじゃん、月曜だから今週になってさあれだけど、昨日まではん？再来週みたいな感じだったけど、そうなんか一日経っただけでさ、週が変わっただけですごいなんかあの時間経つの早く感じる。また髪染めた、髪染めたの、髪は毎月染めてるね。じゃないとあのすごいずっと髪色落ちしてる状態でいないといけなくなるからね。染めてますね。買い物行けるといいね。ハルコさんね、ネットで頼みます。買いに行かない、ネットで買う。アクアリ寒そう。え、どうなんだろう、わかんない、寒いかな。なんか長袖のやつがいいかな、ハロウィンのコスプレ。寒そうだよね。だってどんどん落ちちゃう。落ちるね、絶対に。髪色は落ちないのはない。ちょっと明るくなるんだよね、時間が経つと。美容院で染めてる、自分で染めたことはない。結構3日間天気良さそう、よかった。でもなんかさ、いつだっけ武道館何日目かめっちゃ寒い日あった、あの天気予報見たら。
すごい今日見て寒そうって思った。いつだっけな、日曜とかかな、3日目めっちゃ寒そうだった、気温が低かった気がする。日曜か、日中寒そうだった、低かった気温。センターステージ、あ、そう、センターステージある、ルーキリンさんの配信で言ってたやつでしょ、あるんですよ今回。前回の武道館も、前回の武道館じゃないな、あの武道館じゃないわ、前回のコンサートもあったけど、あのハルコン武道館は違うわ。センターステージもある。毎日忙しい、そうね、武道館忙しいとか、武道館終わるまでは毎日レッスンとか、レッスンっていうかリハとかがあったりするからね。お、毎日って言ってもあれだけど、もう日にちが少ないから、毎日って言ってもそんな長い期間じゃないけど、もう1週間後に終わってるからね。そう考えるとあっという間だ。先生について教えてください。知らないです。知らないです、新体制について。え、どうなるか分かんない、どうなるんだろうね。自主トレの時間で足り、自主練、自主トレってなんかすごいなんか筋トレしてるみたいで、うん、自主練、普通に練習、自分で時間全然足りてます、やってます、お家で。そうそう、波動もお願いした。え、ね、波動出たいんだけど、いつ出れるかな。早く出たい。その部屋で踊るの、練習するとき、そう、ここ、ここ。そう、まだね、まだハード一回も出てないの私。あの新しいチームになって出たいんだけどな。一回も出れてない。いつ出れるかわかんないですね、まだ。いつ出るか分かんない、まだ出たいけど。ちょっと春の衣装はまだ買ってないです。でも今週中に買おうって思ってる。でもまだね、調べてすらないんだよね、何にするか。今週中に、来週買っても多分間に合うけど、
来週そのコンサート終わってから買っても飯の土日だから握手会が月曜火曜ぐらいまでに買えば間に合うかもだけど、でもさコンサート終わりは頼むの忘れちゃいそうだからバタバタして、だから今週中に買いたい。でも何着るか決めてないです。なんか調べて着たいなって思ったのを買う。シュールームのやつ、シュールームのやつはね、ちょっと前に食べたあのサティワンのやつ、食べてたやつ、ポッピングシャワー。やつで買うと素材感心配。いやでも大体ね、コスプレはね、素材はねめっちゃいいの買うってなったらね、めっちゃちょっといい値段するやつ買わないとね、どこで買ってもあんま変わんないかな。メスで買ってもネットで買ってもあんまり変わんないと。普通にちゃんとしてる素材のやつは結構高いの買わないと、お店でもネットでもあんま変わんないと。調べて着たいって思ったやつ買おう。あとは海鮮待ち、あこの前の海鮮とあとお肉のやつ、あれもらったんだよね、カタログギフト。頼んでないけど、まだまだ頼んでない。落ち着いたらいろいろ見て、ちゃんと見て頼もうかなと思ってる。牡蠣はねなかった。でもなんかその牡蠣単体はないけど、牡蠣も入ってるみたいなやつなんだったっけな、なんかあった気がする。でもそれじゃないの頼むつもり。それじゃないの頼むつもり。最近だけど食べてない。先月かな食べたの、牡蠣食べたい。またじゃ鍋食べたい。牡蠣鍋いっぱい乗ってるやつあるじゃん、あれ食べたいね。そろそろ鍋の季節だから、ちょっと牡蠣鍋。出てきちゃった。鍋いいよね。でも鍋だったらもつ鍋も食べたい。全然違うけど、牡蠣じゃないけど。とりあえず生牡蠣、うん、牡蠣フライも食べたい。牡蠣フライも好き。生卵をつける派、つける派。みんなつけない。かけ鍋配信いうの、かけ鍋作んない、ね、普通にお店で食べる配信無理で。無理だね。
キ食べたいな。ムスターバーは一回だけ行ったことある。オイスターバーってさ、オイスターバーって名前だからさ、バーってつくからさ、なんか居酒屋さん、居酒屋なんかうちおしゃれな、え、なんていうの、お酒があってみたいなとこ想像してたらさ、お酒もあるんだろうけどさ、普通のご飯屋さんみたいな感じだった。知らなかった普通に牡蠣の専門店みたいな、なんだね、知らなかった。あ、お店による。そうなんだ。私が行ったところがそんな感じだったってこと。いや、普通に居酒屋さんっぽいところもあるってことか。私が行ったと普通にご飯屋さんみたいな感じ。牡蠣がいっぱいあるご飯屋さんって感じ。オイスターは。牡蠣がメインだから、ダイニングバーって、ダイニングバー、ダイニングバーって何、何というの。ホストもお酒って感じのイメージね。私もそういう感じだと思ってたの、そのバーってつくから。でも普通にご飯屋さんって、あのなんか席とかもさ、なんていう、普通のご飯屋さんっぽい感じの席。だった。普通のご飯屋さんって感じの。どこだった。あ、そう、おしゃれなレストランみたいな、そう。そういう感じ。名前にさ、バーってオイスターバーだから、そう、居酒屋さんみたいな感じなのかと思ってたけど、普通のご飯屋さん。いや、寒くないよ。いやね、こう時計についてる温度計25度ある。普通にあったかい。何もつけなくって、パソコンもついてないし、パソコンずっとつけてない1ヶ月ぐらい。お酒は飲まないね。普通にお昼に行ったんだよね、お昼ご飯。お昼から飲まない。しかもきなことかと言ったから飲まないよ、余計一人だけお昼から飲むって嫌でしょ。飲むつもりないけどきなことみつおちゃんと私しか飲めないやんないよ。そう、一緒に行った人がこう同い年以上だったらもしあったかもしれないけど、その人が飲むって言えば行った人がさすがにね、よくない。そっか、みそちゃんもう誕生日か。10月誕生日だ。ひのこも11月だから、まあそろそろではあるけどひのこ意外とまだ19歳だからね見た目大人っぽいけど意外にまだ10代だから
私お昼からあんま飲んだりしない。てかそもそもそんなに飲まない普段。自分そんな飲まない。まだ19歳だから意外と私も誕生日までそろそろだけど近いんだよね誕生日3人みつおちゃんとひなこと私10月11月だからひなのだけちょっと離れてるけどひなのちょっと離れてる仲いいように日なのんがさ20歳になるって、3人同い年だからさみつおちゃんとひなことひなのんひなのんが20歳になるこうイメージが湧かないんだけどひなのんはおずつ10代な感じがするみそちゃんとさひなこはさ見た目が大人っぽいからさひなのんはさその二人よりかはさ大人っぽくはないからさだからイメージ湧かないわ20歳になる。そう私が一番年上ってても一個しか変わんないけど。その4人だよね。そう3人が同い年だから私が1個上なんだよね。年齢あんま見られないけどあんまり見られないけど一緒にいて1個、まあ、1個って分かりづらいからね1つの年齢の差なんてそう私が途中でみぞちゃんもひなこもひなのも20歳になる。早いね早いね。私が今年21なのもそのびっくりだけど自分でびっくりもう21かって感じ。確かにみんな20歳になった時20歳あっという間って確かにあっという間だわ。すぐ終わった。この前誕生日来た気がするのに数ヶ月前にもう1年経つってこと。じゃあ天使の尻尾、あ天使の尻尾、そう一緒にやったことある。ひなのんとね、えそれこそあれじゃない、ひなのんとひなこと私じゃないやったの。エイトの日かな、トヨスピッツの違ったっけ、確かだけど。ひなことひなのんと私自社の方かな3人でやった。その時まだみぞちゃんいなかった。確かみ
みぞちゃんとユニットなんかあったっけ。きなこともあんまないんだけど、トゥースピット合ってた。全然喋らない人だと思う。ひなのは結構喋るよ。ひなのは結構喋るね。うん。面白い、ひなの。喋り方面白い。なんかもう今時の子って感じ。私が言うのもあれだけどさ、一個しか変わんないから。でも喋り方が今時の子って感じがする。ひなの。ラインとか文章もだけど。面白いね。結構喋る。あ、ちょっとそうギャルっぽい。そうそうそう。こう使う言葉が。めっちゃ喋るから、ね。私もギャル、ギャルっぽい。でしたらもうひなのもっとだね。あ、JK 感、そうそう、なんかそういう感じ、若い、こう今時って感じだ。彼氏だと喋る、ひなの。え、ひなのは結構誰に対しても喋る感じあるけどな。ひなも仲良し、仲良いって感じじゃない。ひょうがちゃんは、あ、違う、そういう意味じゃないの。違う、喋る使う言葉とかが今時って感じがする。最近高校生とか感じ。そういう意味じゃない。メンバーだから、どうだ、ひなのんが。いや普通に誰に対してもそんな感じだよ、ひなのんは。あ、全然、うん、そう、誰に対してもメンバー以外でも多分ね。お店とか行くじゃん、ご飯食べに。あ、なんかひなのんがそう、なんかいろいろ注文とかめっちゃ言う感じ、お店の人呼ぶ時とか。あ、でも基本ね、みんな結構喋る、めっちゃ喋るなっていうのは4人の中で、あの、みつおちゃんとひなのじゃない。みつおちゃんもどうだろうな。ひな子も喋るっちゃ喋るけど、でも、うん、うん、ひな子よりみつおちゃんとかの方が喋るイメージ。みんな喋る、でもそう、定期的に会うんだけど、でもさ、やっぱさ、期間区からその分の、そう、みんな4人のさ、もう近況報告から始まるのよ。最近、そう、最近どうなのみたいな、何かあったみたいな近況報告。だから、うん、グループラインで一番喋るのはひなの。多分一番喋んないのは私、グループライン。いやね、グループライン喋るの苦手だから、基本見てるだけなんだよな。あの、話振られた時、こうやってみんな返信しないといけない、こう何日空いてる、会おうよみたいな時は返信するけど、返信しないと多分そういうのは話進まないから。グループラインね、苦手なんだよね、喋るの。1対1だったら大丈夫だけど、
一対一で喋んなかったらやばいじゃん、だって話ができないじゃん。そうだ苦手なんだよねグループライン。そう、どんなに仲いい人とのライン、グループラインでも仲いいけどその3人えつおちゃんもひなこもひなのも仲いいけど苦手なんだよなグループラインが。話かもファンクス、いやね、あのなんていう、直接話してるのは別なのよグループラインが。なこと暇でえしないよ、あのね暇でしない、誰ともしない。かけることもないしね、かかってくこともないねしないから5時5分、ありがとう、早いな。今ならゲームしてるからでもね、お前ね、誰だっけな、みそちゃんかな、山田は電話かけても出なさそうみたいな言ってた、ひなこかな、どっちか忘れたけど、なんかどっちかが言ってたまあ確かにと思ったけど。じゃあ13位からランキング読みますね。13位中身さん、ありがとうございます。12位レッドブル KTM オメガ8さん、ありがとうございます。11位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。10位幻さん、ありがとうございます。9位香港の春マットマーク強化おいさん、ありがとうございます。8位ユージャットマーク山田京香さんをずっと愛してますさん、ありがとうございます。7位プー2019さん、ありがとうございます。6位大野貴文さん、ありがとうございます。5位 STI さん、ありがとうございます。4位にゃんほそさん、ありがとうございます。3位ラボーナさん、ありがとうございます。2位フロマンさん、ありがとうございます。そして1位がキオナツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございました。明日の配信は明日多分夕方ぐらいかな、夕方、今日よりは早い時間でやる、絶対に。明後日も早起きだから、明日もだけど今日より早い時間でやると思う、夕方ぐらいにやるかな、多分。何時にできるか分かんないんだよな、またお別れ次第言います。ビバースデー、5時から待ってる？早すぎる、朝ってこと？早すぎるよ5時はちょっとしないかな、きっと朝バタバタしてるよなんでだろうね、朝ってさ、どんなに早く起きてもさ、こう出る時間バタバタしてるんだよね朝やんないですよ、無理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 。もう5時にすることあるかな、もうよっぽどさ、もう夜できなくって、もう5時からしか無理って時しか無理じゃない
朝5時私も早いしみんなも早いしよっぽど時間する時間がない時しか無理だな。時間なかったら5時にするかもしれない。明日は夕方できるから夕方にします。5時じゃないです。5時配信なかったっけ、したこと。5時台、5時ぴったりはないかもだけど、朝早くにしたこと何回かあるはず。そんなないけど極力しないようにはしてるから早すぎる。明日はでも夕方です。時間はお借り次第ミワースで言います。ミワースのチームで体にやるかめてほしい。明日はしない。本当に時間がない時だけだね、する時間ないってなった時だから、ほぼない大丈夫そうそう切れちゃうので、じゃあまた明日の配信で、明日夕方ぐらいにするね。じゃあありがとうございました。おやすみなさい。またね、また明日、バイバーイ。ありがとうございました。またね。